珍しいというか、ちょっとお客様をお呼びして、香織さんと一緒にトークをしようということになりまして、今日ちょっとお呼びしているのはですね、大新サポートサービスの代表取締役広瀬信枝さんですね。はい、そうです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、刑務所にね、受刑をしている方たちが出てきた時に、はい、その支援サポートというか、そうです、そういうので受け入れてくれるという、建設屋さん、建設業です。建設業さん、はいはい、の社長さんなわけですよ。この話はまあ後でもちろんするんですけど、うん、その前に僕がちょっと今回すごく気になったのが、実は香織ちゃんのね、この間出した、本の中にも、実は広瀬さん出てましてですね、はい、出てましてというか、まだ13歳ぐらいの広瀬さんが、香織ちゃん、地元のあのお祭り、はい、にいる時に、そうです、そうです、なんか知らないレディースの人がいて、その人に香織ちゃんが、お前どこで、こんなことやってんだみたいな、難癖つけるんですね、前後がね。難癖じゃないですよね。そのグループで上がってきたら追い出すでしょ。ここで、まあ、これ読んでいただければ分かるんですけど、かおりちゃんに一回会ってるというか、遭遇してるわけですよ。そうです、その話を聞いてるっていう、しかもチーム名も違ったし、で、あの地方も違ったんでしょ。三部じゃなく佐野です。で、まあ、かおりちゃん、うちらの地元で何やってんだっていう話になって、 それで10秒数えるうちにどこ含めて出てくるみたいな話になって、そこに入りたての、広瀬さんがいました。で、いました。で、いやいや、ちょっとね、聞きたかったのは、その当時の香織ちゃんって、ほら、仲間の話は聞いてますけど、はい、広瀬さんの、その香織ちゃんの印象っていうか、それどうだったんですか。そうですね、私の本でも出てるんですけど、その当時って、香織さんの、その女族と、うん、で足利に闇霊女と、うん、で佐野に悪女会っていうのがあって、うん、その中で悪女会に入って、で小山の花火大会に行った時に香織さんにお会いしたことがあって、うん、縦社会なんでね、リスって、うん、なのでもう私たちの2つ上の先輩が悪女会の初代総長なんですよ、うん、でその牧さんと香織さんがなんか口喧嘩っていうか、出てけよ、確かにもうここどこだと思ってんだよみたいなことを言ってて、で先輩、私たちはもう先輩が絶対だということが、なので行きましょうよって、やっつけましょうよって、やりましょうよって、私たちは下っ端だけど一応言ってたんだけど、まあ初代の先輩、総長の先輩が香織さんと話をして、それで帰るよっていうチーンって感じで、10秒稼ぐから帰るよみたいな感じで、でその10秒の間に先輩行かないんすかって若い方は言うんですけど、もうやっぱりトップが帰るよ、クレバーよかったよね。今日お会いしたらすごいなんか小柄というか、その時はすっごい背の高いスラーっとした方だなっていう印象はすごい覚えてて、座ってたからでしょ。いやでも13歳でしょ、当時13歳、そうだよね、13歳、例えばこっち引退直後の18歳ぐらいでしょ、うん、ほらやっぱその差はね、もちろんある、もう大先輩っていう感じですよね。なるほどね、まあそんなこんなで悪女会は、はい、その後はどうなの。私たちの代になって、私が頭取れなくて、多数決とかで先輩が決めた子が、そう納得がいかなくて、でそいつに喧嘩打って、でも服をその子は私と喧嘩できないってすぐ引いちゃって、じゃあもう私は自分で作るからって言って、おめえらも走れないよみたいな感じで、頭やれないんだったら自分で作っちゃおう。そうです、そうです、そうです。それでその、マリアでしたっけ。そうですね、はい、マリアを18歳ですか。そう、遅かったんです、うん、はい。広瀬さんは、はい、ティーンズロードっていう雑誌を知ってたんですか。はい、知ってました。知ってます。だってこう、まあ、中学生ぐらいの時とかに、まあ、中学はね、はい、見てましたし、でそこに出てた香織ちゃんは、まあ、割と人気が出て、それで、まあ、その CD の話とか、はい、でそういうところにこう食いついてくるわけですよ。だからどっちかというと、まあ、地元の云々
よりはちょっともうそっちに興味が持っちゃって突っ走るという感じなんだけど、広瀬さんの場合は中学の頃はもちろん悪かったんだけど、マリアの村長になってからもっともっと悪くなってきたっていう、うん、ほら深部ちゃんなんかさ、例えば薬物禁止とかなんかですね、規則があったじゃない、うん、それそういうのはなかったの？ありますあります。あったんですか？あります。あった割には当時はと、うん、やってる現役の時は、現役の時はあったの一応は、はいはいはい、でもお薬のそうです、まあもともとはその今はもう捨てる人いないですけど、シンナーが、シンナー捨てる人多くて、で都間を先輩に預けられて、これ多分その時です3万とか、それが10倍とかに化けるからそんなとこからこう始まって、でそのうち覚醒剤とか、他の薬物とかっていうのと、はい、それは自分で使用するというよりは売ることが結構面白かった。お金になるっていうのが面白くて、当然持ってればどんな感じなんだろうってね、自分でもやりますし、販売すれば気持ちいい上に販売するとすごくお金になるんだなっていうんで、やっぱりこう見栄を張ってたんで、後輩の前で、そう、後輩が増えれば増えるほど、香織さん引退したら多分後輩に携わらなかったと思うんですけど、私はすっごいもういつまでたってもお山の大将期だったんでそう、お金がかかったので、総長って言われると本当にもうお金はかかるよね。これも読んだんですよ、全部。これね、人生ちょっと未来なら変えられるっていうね、これ去年夏ぐらい、今年です。今年2月3日に、おお、はい、今年なんです。じゃあ先生、私より先に先生なんですよ ね読んだんだけど、薬関係のもう自分でも、やっちゃうしみたいなのがエスカレートをしてくる。でそれも全然警察沙汰にはある程度なるまで時間かかったんですか？10代の時は親がいたんで、結構守ってもらえてたのかなと。親がいないこととかだと結構ちょっとしたことで少年院とかすぐ、確かにね、ありますよね。そうなんですよね、結構裕福な家庭に育ってもいるお嬢だったんですね。そのお嬢様、いや、まあ、ちょこっと時のそのなんか自分のその満足度っていうか、そういうのはどんな感じだったんですか？それがでいい、それが一番。香織さんの言うように本当に毎日楽しければいいっていう、寂しいのが嫌で、多くは考えてなかったと思うんだよね、その時はね。その目の前にのことをなんかさ、後輩連れてみんなでどんちゃん騒ぎして、男遊びしてとか、ホストクラブ行ってとかっていう、ホスト行ったの？来ました、特攻機で来ました。広瀬さん結構理由であるんじゃないですか？いや、そこです。もう僕全部読んでますから分かってるんですけど、私まで脅しでナイフ持ってるんじゃなくて、刺すためのナイフを常に持ってたんですね。そうですね、負けられないので最初は使わなかったんですけど、小山のやっぱり私の一つ上の先輩が居酒屋で喧嘩を売られて、それで小山の運動声、そこで対馬を張るべってなって、また馬乗りになって、もうパチパチやってたら、だからもう降参降参も負けだよって言って、手を離したらいきなりブスってここ刺されて、基礎の味は持ってたの？そうなんですよ、まあ、一応その治療費だけはもらったんですけど、まあ、そんなんで、あ、こういうのでもありなんだ、きったねえなと思って、ね、そっからやっぱり。もう勝てばいいんじゃなくていう風に私の中になってしまって、そこからは私もちょっとずるくなっちゃって、必ず何かこうアイスピックとか、サバイバルナイフとか、アイスピックだよ、痛いですよね、痛い。それで、あ、もう負けるなって思ったらもう平気で刺しちゃうっていうのをやったりとか、あとやっぱりそのルールに反して傷害事件とか起こしてるんですけど、
まあ、集団レンジで大きく新聞が出ちゃって、でその時も、うん、ちょっとやりすぎちゃった、今本当にもう非道なことしたなと思ってるんですけど、うん、それいくつ？それやっぱ私がそう頭の時なんで18の時に7人、8人ぐらいで女暴走族集団認知とかって言い出しで新聞が出ちゃって、はいはい、私が主犯格で、そう、もう頭だからそういう風になっちゃうの、そうです、そうです、うん、それでこう、なんだろう、口の中砂利加えさせて殴るとか、タバコの火全身をつけちゃうとか、なんかそういうことを平気でやって、怖い、大広です。なんでですか？ちょっと怖い人です。殺すつもりじゃなくて、死んじゃったら死んじゃったでいいやって。なんか怖いもんな、その時って、私はなくて。その、なんて言うんだろう、後輩の手前、なんて言うんだろう、プライド、なんか意地を張ってたというか、うん、強い自分を演じてたというか、うん、あとはなんか、まあ、両親とかともちょっと疎遠に遠出なったりするんで、うん、なんかもう自分どうなってもいいって投げやりになってしまった、そうそうそう、そういう時期ってやっぱあって、私もある、うん、なるほどね。だそうすると平気で人は刺せるし、うん、殺しちゃったら殺しちゃったでいいだろうっていうふうに、そういう時はそれこそ薬をやっていたりとかっていうことじゃなくて、じゃなくてもやっててもどっちでも一緒、もう死だかな状態で、はいはい、基本薬ってなんて言うんだろう、そういうおかしくさせて、私は、うん、そのセックスする時とか、うん、なんかそういうので教えられちゃったから、それのために使うものっていう感じ。あ、なるほどね、うん、まあ、そんなことを18歳からマリアで、そっからいろんな悪いことどん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 やり始めるから、そこで、その薬の売人で捕まるわけですね。これ大きな新聞に載って、その年の最大量所持になって、あ、そう、はい、それいくつの時ですか？それが22の時。そこでもうやめようとか、もう一発実刑だったんで、刑務所支配しようっていうか、そこだ、あそこ一番になってこようみたいな強いね、行きました。そっからすごいね、あのさ、ね、最初はあのそういう天下取ってやろうみたいなの言ったけど、そう言ったけど、ここ何この世界っていう、おばあちゃんがいっぱいっていう高齢化社会ってまさしく反映されてるのが刑務所なのかなっていうぐらいで、で早く出たいと思うようになるわけですね。そうです、そうです、出たいから一生懸命仮釈放のために頑張るわけですよ、うん、模範囚に近いことはそうやって、うん、一発実刑で休刑7年の判決5年だったんですよ。その他に罰金とかやっぱり営利だったんでいろいろあって、そうでもその5年罰金とか払ったから4年ぐらい目で、あのまでは真面目にやって、うん、で作業員とかそのいろいろこう役職をもらえて、うん、でもやっぱりその漬け取りっていうんですかっていうのがあまり苦手だったんですよ、うん、そう漬け取りっていうのは先生にご機嫌取りが、うん、その当時はごますりが苦手で、そう、それで担当の刑務官とやっぱ仲良くなくて、本面接っていうのが入ってから8週とか、まあ、長くても12週で出れるんですけど、本当にちょっとしたことで担当となんて口論になって、それで懲罰になって、そうするともう振り出しに戻るから、まあ、最低でも半年遅くなるんですよ、出るのもうあとたった何週間で出れるはずが、そう、あ、これはもうありえないと思って、で今まで頑張った意味もないって思って、それでまたおかしくなって発狂しだすんですよ、ね、後から座って、テレビぶつかけて、そう、いや、す、まあ、ね、本に書いてありましたけど、そこで発狂してこう暴れれば暴れるほど、どん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 、あのすごい、ね、すごい、なんでしたっけ、独房じゃないけど、ちょっとあの、ほぼほぼ、ほぼ懲罰房って、もうパンツも履かしてくれないし、そうそうそう、パンツも履かしてくれない、全裸でぶん投げられる、変な。入るような板の箱みたいなのがあるんですけど、そこに何入れられるんですよ。
そうするともう全裸だし、変なカメラがついてて、ぼーっとする。そこにどのくらい入るの？サマックス60日。60日入ってたの？ずっと入りっぱです。それでは変なこう食器口のところに紙のパックに、普通はちゃんと味噌汁、ご飯、おかずってあるんですけど、それを紙の束みたいなのに全部ぶっ込まれて、お箸もない感じでこうするとか、ただの穴ぼこにこう排泄物を落とすとか。あ、そうなんですよ。だからもうそのとこ入って余計におかしくなって、もうやってやるみたいになってずーっと暴れてた。全然発生なしですね。その担当してたやつ見しかしようみたいな。そう、その後行きましたしね。後輩連れて、はい、行った行きました。もう蛇がブワーって来て返されるんですけど、うん、また捕まっちゃうとは思わなかったですか？捕まると思ってましたよ。でもうまくやろうと思ってました。ここに隠せば大丈夫とか、あの逃げ道を結構教わるので、刑務所って悪い仲間とかできるから、この時はこういう人は捕まらなかったのにっていう情報交換をするから。出てからね、私会社に行くやん、もう二度と来たくないと思ったら、本来はやんないのかなと思ったらやるんですね、そういうことね。で、まあめでたく出所はされるんですが、出所したのはいいものの、どうしていいかわからない状態になるわけですよね。やっぱり5年経つと変わってますからね。まあそれでもまだ27とかなんで、後輩たちが先輩を買いなさいとかって、何言われたかな、30、40人くらいの女の後輩が出迎えてくれて、やっぱこう嬉しくて、で出張ホストとか呼んでくれて、出張ホスト、どんちゃん騒ぎをするわけですよ。さっきからなんかそっちにすごい聞いてくる。もうそれが、まあ、やっぱシャバはいいなっていうのがあって、うんうん、今度こそうまくやって後輩たちにいいとこ見せてやったくちゃだっていうのがあって、だからまあお金を、まあ、そこで、まあ、生活もしっかりですけど稼ぐ術がやっぱりそこしかないんですよね。ないわけですもんね。そう、他の経験は沖縄でコンパニオンとかコンパニオンぐらいですもんね。そうです、そうです。ただまあちょっと地元のスナックとか、はいはいはい、ね、やっぱ夜の世界か、うん、まあ、夜の世界ってやっぱ栃木あたりでいくらも稼げないんで。そう、だからね、はい、そうするとまた始まるわけですね。スーッと、うん、薬を、はい、なるほどね。やばいとはもう思わないですか、そういう時。警察来ても自分の体にだけ入ってなければ大丈夫とか、あとはそのここに入るかな、コンドームの中に、はい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 、常に詰めとけば、はいはい、そのピッてこうピッてお茶を出せば大丈夫なんだなとかって思ってその特訓をするわけですよ。そうやめずにテクニックを磨いたわけですね。あ、そうそういうこと。まあそれでまあしばらくじゃあまた、うん、そちらの道に戻って、そうです、ね、またあの歯ぶりも良くなるんですね。そうです、そうです。そうすると楽しいわけですね。楽しいですね。でもやっぱり警察はそうもいかないですよね、そんなに起こさなくて、ね、はい、まあ、その当時の彼 と、一緒に捕まりそうになったんだけど、私のコンドームのお茶がうまくいったんですよ。それで現行犯で逮捕にならなくて、でも彼は出ちゃったけど、はい、でも2人一緒だから1週間後科捜研、科学捜査研究所にそのお茶みたいな量を送って、はい、まあ、どう見ても罰金割れない、なんで出ねんだろうとか言われながらも、やっぱ逮捕できないんで、それで彼と一緒に1週間後もし科捜研で出たら迎え来るからなとか言って帰ってくれたんですよ、まあ、それでうまくいけば私は逮捕されなかったんですけど、はい、でももしかしたらやばいかもっていうのがあって、もう警察が帰った後に荷物を彼とある程度まとめて、でもう逃亡したんですよね、逃げて、うん、でやっぱり科学捜査研究所ってやっぱ何億の機械でそれを調べるから、うん、やっぱりすっごい少ない微量の覚醒剤が出ちゃったんですよね、うん、それでうちに私の姉が、うん、か私の代わりに住んでて、私の代わりに住んだとか、私のちょっと顔が似てるんで、
逮捕されそうだって、前閉めてあるなってるよってどうして、やばいなと思って、やばいと思って逃げてる間に今度妊娠して、うん、でも閉め手配だから何も行けないし、うん、足がついちゃうから、うん、そのうちお腹が大きくなってくるし、疲れが始まってきて、結局探してるわけですね。そうそうそう、ね、うん、ずっと探してるんですけど逃げますからね、あの点々として、うん、どのくらいの5ヶ月に、うん、5ヶ月、うん、4、5ヶ月相当もうお腹もお腹ももう、うん、そうそうそう、映画の世界だ、きついなってすごいね、うん、思ってて、うん、でやっぱ先輩の名義で借りてもらったレオパレスでのんけに借りといたら、うん、まあ逮捕されて、で、まあ、2回目の中に聞くわけなんですけど、まあ、その時やっぱり彼と手紙のやり取りで喧嘩になって、うん、下ろそうか、うん、やっても私初めてなんで中で産むのもどうなんだろうとかいろいろ考えたけど、うん、その病院に連れてってもらってエコーの写真を見た時に、あ、なんか、うん、まあ、見たいなって、もう年も年だし、うん、で彼もまあ産んでほしいみたいになったんで、まあ、お互い上位なんですけど、うん、それでそう勤めてる間に獄中出産、ね、ドラマみたいですよ ね、 ね、本当にいろいろありましたね。でもだからその獄中で出産するということで刑期が短くなったこともあった。そう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 、出産は本当に刑務所の中で、あ、刑務所の中でギリギリまで作業するんです、刑務作業なんですけど、はい、それで私は電気破水って言っていきなりこうプシャーってこうなんか出てきて、破水しちゃった、そう破水しちゃったんですよね。で犬飼いさんが持ってたら、あ、これは大変、羊水だって、まあ、ここ調べてて羊水だからってなってすぐ行きましょうってなって、で腰縄つけて、そう、あの手錠して、で外の病院行ったんですよ。でそれでなんとかこう出産なんですけど、刑務官になっちゃってこんなとこで産まなきゃよかったさあ頑張れとかって、ね、大好きな人に手でも握ってもらいながら出産なのに、確かにね、あの、めでたく生まれるわけじゃないですか、はあ、で、生まれてすぐ誰かが連れてくるんですね。そう、本当に3分くらいかな、一旦はあなたの子よって子だかし、うん、なんて可愛いんでしょって思うわけで、うん、もう泣く泣くの別れで、うん、で、戻って刑務所に戻って、うん、で、普通にまた作業、刑務作業が始まるんですけど、ちょっとあまりにもなんかすごすぎて想像がつかないよね、うん、だから子供を自分の手元に置けない、うん、その気持ちっていうのはどういう感じだったんだろうって、うん、何回もこれ読んで考えたんだけど、でも後悔を初めてした、うん、あー、やっぱこんなとこで産まなきゃよかった、うん、悪いことなんかやるもんじゃない、うん、で、あ、もうこの子のために変わんなきゃダメだなって初めて思ったのがその時ですかね。そっからスイッチが入るんですね。ちょっとこの後、あの後編でやります。よろしく。よろしく。